エレミヤ書、三十七章。ヨシアの子、ゼデキアは、エホヤキムの子、エコンヤに代わって王となった。バビロンの王、ネブカドネツァルが、彼をユダの地の王にしたのである。彼も、その家来たちも、民衆も、預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかった。ゼデキア王は、シェレムヤの子、ユカルとマーセヤの子、 最子ゼパニアを預言者エレミアのもとに使わしていった。どうか私たちのために、私たちの神、主に祈ってください。エレミアは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられてはいなかった。またちょうどファラオの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人は、その噂を聞いて、エルサレムから引き上げた時であった。その時、 預言者エレミアに次のような種の言葉があった。イスラエルの神、主はこう言われる。私に尋ねるために、あなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたファラオの軍勢は、彼らの地、エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきて、この都を攻め取り、これを火で焼く。主はこう言われる。 あなた方はカルデア人は必ず私たちのところから去ると言って、自らを欺くな。彼らが去ることはないからだ。たとえ、あなた方があなた方を責めるカルデアの全軍勢を打ち、そのうちに重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らはそれぞれその天幕で立ち上がり、この都を火で焼くようになる。カルデアの軍勢がファラオの軍勢の故に、 エルサレムから引き上げたとき、エレミアはエルサレムから出て行き、ベニヤミンの地に行った。民の間で割り当ての地を受け取るためであった。彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナンヤの子、シェレムヤの子、イルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのかと言い、預言者エレミアを捕らえた。エレミアは、違う。 私はカルデア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルイヤは聞かず、エレミアを捕らえて、市長たちのところに連れて行った。市長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、こうして初期ヨナタンの家の牢屋に入れた。そこが極屋になっていたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。ゼレキア王は人を遣わして、 彼を召し寄せた。王は自分の家で彼に密かに尋ねて行った。主からお言葉はあったかエレミアは、ありました。と言った。そして、あなたはバビロンの王の手に渡されます。と言った。エレミアはゼデキア王に言った。あなたや、あなたの家来たちや、この民に対して、私にどんな罪があったというので、私を獄屋に入れたのですか あなた方に対して、バビロンの王は、あなた方とこの地を攻めに来ないと言って予言していた、あなた方の予言者たちはどこにいますか今、我が主君、王よ、どうか聞いてください。どうか私の願いを見前に受け入れ、私を初期、ヨナタの家へ帰らせないでください。私がそこで死ぬことがないようにしてください。ゼデキヤ王は命じて、 エレミアを監視の庭に入れさせ、都からすべてのパンが絶えるまで、パン屋街から毎日パン一つを彼に与えさせた。こうしてエレミアは監視の庭にとどまっていた。